皆さんこんにちは、志摩ニュース&リポートです。毎年大好評のあの食材の釣り体験が始まっています。浜島町にある磯体験施設海ほおずきでは11月1日から伊勢エビ釣り体験が始まっています。この伊勢エビ釣り体験では1人税込み2000円の特別価格で最大2匹まで伊勢エビを釣ることができます。釣り上げた新鮮な伊勢エビはその場で炭焼きにして食べることができます。他にも釣ったアジを干物にして持ち帰ったり、フライにしてその場で食べることができるアジ釣り体験や、キャッチ&リリースで時間内に何度でも釣りを楽しめるワクワク魚釣り体験も開催しています。志摩ならではの伊勢エビ釣り、ぜひ体験してみてください。伊勢エビ釣り体験は土日祝日は完全予約制となります。アジ釣り体験に関しても干物にする場合は予約が必要となります。詳しくは海ほおずきのホームページをご覧ください。